メルキュール・ド・フランスはフランスで17世紀に発刊された文芸史である。発行母体がたびたび変遷した後、現在はガリマール出版社グループに吸収されている。もともと1672年から1674年までメルキュール・ガランという名前で発刊されたのが始まりで、一時休館を挟んで1677年から1724年まで、 ヌーボー・メルキュール・ガランとして刊行された。1724年、メルキュール・ド・フランスと解消された。1811年から1815年までの間、ナポレオンの下出版禁止を受け、1825年、廃刊となった。1890年、象徴主義芸術を支持する文芸批評紙として復刊された。メルキュール・ガラン氏は、1672年、 著述家、ジャン・ド・ノー・ドビゼによって創刊された。名称は、ローマ神話に登場する神々の伝令師メルクリウスに由来するとともに、パリの本屋ジェイ・リッチャーが1611年に創刊したフランス最初の文芸誌、メルキュール・フランソアにもちなんでいる。メルキュール・ガラン氏の目的は、知識人階級に宮廷生活や学問的、芸術的議論を紹介することであり、 不定期に発刊され、死、逸話、ニュース、舞台、芸術批評、歌、ファッションなどを取り上げた。この雑誌に取り上げられることが流行の証となった。1674年に休刊したが、1677年、ヌーボー・メルキュール・ガランという名前で復活し、毎月刊行されるようになった。メルキュール・ガランはファッション界の初めての雑誌であり、 ジャーナリズムの歴史の中で重要な意義を有する。ルイ14世一世家におけるファッション、贅沢品、エチケット、宮廷生活などを地方や国外に広める上で大きな役割を果たした。1670年代には新しいシーズンのファッションに関する記事が半月期で掲載された。1697年8月号には当時の新しいパズルゲーム、 ペグソリテールについての詳しい説明が載っており、このゲームに関する最も古い資料となっている。同時代の著述家からからかいの対象となることも多かった。劇作家、エドーム・ブルソーは、気取った社交を批判した作品にメルキュール・ガランという題名を付けた。ドノード・ビゼの講義を受けて、ブルソーは題名の内劇と付け直した。世紀の芸術、文学が古代の芸術、 文学より優れているかという18世紀初頭まで続いた古代現代論争においても重要な役割を果たした。ベルナール・フォントネルとベルキュール・ガランは現代派に属したのに対し、ニコラボア・アロー・デプレは古代派の頭目に押し上げられ、ジャン・ラシーヌ、ジャン・ドラ・フォンテーヌ、ジャン・ドラ・ブリエールがこれを応援した。雑誌は商業的に成功し、ドノード・ビゼは相当の収入を得た。 フランス芸術、人文科学の世界における審判としての地位を得、革命前、フランスにおける最も重要な文学雑誌と呼ばれる。トマコルネーユは頻繁に寄稿した。ドノード・ビゼが1710年に死去してからも観光が続けられた。1724年、メルキュール・ド・フランスと解消され、政府に任命された編集委員が入ることにより、 人工的性格を有するようになった。利益は、執筆者の年金に充てられることになった。ジャン・フランソワ・ドラ・アルプが20年以上にわたり、編集士官を務め、ジャック・マレ・デュー・パンも協力した。その他の著名な編集者、寄稿者として、ジャン・フランソワ・マルモンテル、ギオーム・トマ・フランソワ・レナール、ニコラ・シャンフォール、ボルテールなどがいる。バロックという言葉の使用例として確認できる。 最も古いものが、メルキュールド・フランス1734年5月号で、あり、ジャンフィリップ・ラモーの、イッポリートとアリシーに対する匿名の風刺的批評で、軽蔑的に用いられている。フランス革命直前に、経営権が、シャルル・ジョセフ・パンクークに条とされた。革命の間、一時的に、ルメルキュール・フランセと解消した。1811年、ナポレオンにより出版が禁止されたが、 1815年、復刊した。最後の出版が1825年である。19世紀末、アルフレッド・バレットが、パリ・ロックのカフェ、ラ・メール・クラリスに集まった、象徴主義の詩人らと共に、文芸誌、メルキュール・ド・フランスを再刊した。第1号は1890年1月1日に、刊行された。その後の10年間に、出版事業は成功し、 ステファン・マラルメやジョゼ・マリアド・エレディアといった詩人も新作を発表するようになった。1905年からは隔月間となった。1889年、アルフレッド・バレットは小説ビーナス氏が不道徳だとして非難を浴びた作家、ラシルドと結婚した。ラシルドは1924年まで編集委員を務め、彼女の個性と作品も 雑誌の知名度向上に貢献した。ラシルドは火曜日にサロンを開いて人を集め、このメルキュールの火曜日は作家たちの間で有名になった。当時の他の批評紙と同様メルキュール誌でも1894年から書籍の出版を始めた。象徴派の作品のほかフリードリヒニーチェの最初の節約、アンドレジット、ポール・クローデル。 シドニー・ガブリエル・コレット、ギオーム・アポリネールの書き下ろし作品、トリスタン・クリングゾルの詩などを刊行した。その後は、アンリ・ミショー、ピエール・ルベルディ、ピエール・ジャン・ジューブ、ルイル・ネ・デ・ホレ、ピエール・クロソースキー、アンドレ・デュブーシェ、ジョルジュ・セフェリ、ウジェ・ヌ・イヨネスコ、イブ・ボヌフォワの著作などを出している。1935年に、バレットが死去すると、経営権は、 1912年から編集に加わっていたジョルジュ・デュアメルに引き継がれた。1938年、デュアメルはその反戦姿勢が理由で更迭され、ジャック・ベルナールがこれに変わった。ベルナールはドイツへの戦争協力を理由に逮捕され、有罪判決を受けた。第二次世界大戦後、支配株主であったデュアメルは、レジスタンスに参加していたポール・アルトマンを経営者に指名した。 1958年、ガリマール出版社グループがメルキュールドフランスを買収し、シモン・ガリマールが社長に任命された。1995年、イザベル・ガリマールが出版社の経営を引き継いだ。ありがとうございます。